これまで数々の名曲を生んだ大スターにいわゆるスポットライトを当てて、そしてリスペクトしようというトリビュートタイムです。今回は千昌夫さんです。どうも皆様、ようこそお越しくださいました。昨夜からダイエットを始めた千昌夫でございます。よろしくお願いします。とにかくね、まあ布施さん、はいはい、私たちはある意味ではもう同年代 で、ええ、そうですね、もう今日は同窓会みたいなもんですよ ね、 そうですね、もうね、今日はね、はい、オープニングからずっと付き合わさせていただきましたけど、はい、本当にね、あのなんかあの田舎の同級生たちと会ってるような雰囲気でね、楽しく本当に過ごさせていただいております。今まで千昌夫さんといえばですね、まあ、本当にある意味ではこのいわゆる東北を代表していわゆる大スターになってですね、そしてもう僕はね、一番思い出残ってますのは星影のワルツというあの歌がね、当時有線放送ですよ、それをですねずっと有線放送上を回って回って、そしてそっからじわ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 とヒットさせたという、これはもう伝説ですね。でもあんなことで売れるとは思わなかったけどね。それがやっぱりね、その後のヒット曲を生むについてはね、みんなやっぱりそれを真似たものなんですよ、ね、今はそれが歌手のねキャンペーンの一つの形になりましたよね。いや全部そういう意味では先駆者ですよ、デビュー曲が君が好きって知ってます？知ってますよ、いつきさん知ってますよ。君だから君だから、これがね岩手から出てきたばっかりだからね、あの異義音がダメなの。君だからってこうキューンになっちゃうわけ。これでねでもね、その東北の代表で、やっぱり千昌夫さんがいたからこそよし行くぞという素晴らしい歌詞も誕生したわけですよ、ね、よしさん、そこに来ますか。いやそうですよ、もう今ただ笑ってるだけでですね、もう眠気が覚めました。いやいや、よし君はね、とにかく当時貧乏で貧乏でね、いやそんなこと、私が当時またね金持ちだったんですよ。おいだね、もうね金がなくなると私の家にでトントンって来てね、面白い話するわけ、ね、それでいやそれからって言うとね、これからこの先聞きたかったら金貸せってこうもういいとこで止めてね、津軽平野なんかそうですよ、津軽平野に雪降る頃はよってこういい感じでこう来たわけ、さあ俺は引き込まれてね、いいねと泣きながら、踊一人でったら止まったわけ、ね、その先どうなってんのったら金貸せってほいで、それでもう当時はお金持ってたもんだからね、もう何もでも出すからねこの先教えて、そしてそれでやっと出来上がったのがあの歌なんですよ。俺は東京さ行くだもん、俺は東京さ行くだっていうのもずっと俺の歌でずっと準備してたんですよ。ところがね、やっぱりあのふるさとへ帰ろうかなとかって言ってる人がね、俺はこんな村嫌だって言ったらね、やっぱこれまずいんじゃないかなと思って、でよし君は作家に専念しようと思ってたわけ、もう歌手は諦めてたわけ、いやよし君、俺がねキャッツタウンレコードっていうのを作ったわけ。聞いたことあるでしょ。それで俺そのレコード会社を作ったから、そっからちょっと長くなりますけど、デビューしないかと言って、あの俺は東京さ行くだ。それにも金が絡んでくるんですよ。制作する金がないもんだから千さんにお金出してくださいと、レコード作りたいんですがということで、したら、そしたらあのじゃあ俺に津軽平野くれと、交換でそれでね、あのまだいやいや、はい、月さん、私ら歌う時間あるんですか今日。いやいや、それがちょっとなくなってきましたので、そろそろ締めろというようなことなので、はい、じゃあそろそろトリビュートですか今日は。はい、千昌夫さんの、はい、ね、トリビュートですか、ね、いい歌がいっぱいありますから、はい、これみんなでね歌いたいと思いますけど、うん、そうですね、楽しみですね、はい、であの布施明さんからちょっと歌っていただきたいんですけど、私一人じゃやる友人ですか、もちろん、はい、何歌うの、五代さんと歌おうかなと思って、あなたの歌を、何の、僕の何の歌を、夕焼け雲、
夕焼け雲、さすがやっぱり外人と結婚した人だけあって選ぶ歌が全然違うね。どうも皆さんどうもすいませんですいやいい歌をさすが選ぶね。あのいい歌をいっぱいありますから、はい、それをみんなでね今日はお届けしたいと思いますので、そうそうそう、皆さんよろしくお願いいたします。聴、はい、いていただき、そしてもちろん先生にも歌っていただきますけど。あ、歌ってもらうの？もちろん聴いてもらうだけじゃない。本当歌っていただきますよ。あ、分かりました。どんな歌が出てまいりますか、はい、お楽しみに。
寂しい今日の先外は冷たい雨が降る飲めば飲むほど悲しくなる涙流れるグラスの中に
いい歌を作ってくれたね。いや、座ってください。これ私が歌うコーナーですから、先生座ってくださいね。え、先生座ってていいんですか。そうですかね。で、私が最後ちゃんと私が歌いますから。俺が2クラスじゃないの。じっとしててください。すいません、お願いします。山の雪解け花咲く頃はいいよ、母ちゃんやけによ解禁しますそわそわ。俺見えない、俺見えない、もうちょっと聞いてください。いつもジョンが大きな声で踊を歌って汽車から曲です。ありがとうございました。センさん、私もトリビュート歌いたかったな。ね、同期なんだよ私たちも。大竹さん、また次回で。次回ぜひ。はい。はい、それでね、センさんは改めて言いますけど、まあ本当に岩手ご出身でね、そしてまあ震災があって、その後もいろいろとですね、そのふるさとのことを思い、まあ本当に、力づけようということで一生懸命いろんなことをやられて、チャリティーのショーたくさんね。チャリティーやったり、それからもうなんていうか、やっぱりあの何ですかね、ふるさとがああいう形でもう本当になんか違う風景になってしまってね。そうですね。そしてあの一本松というあの歌も歌われました。はい。我々みんなもちろんその
被災された方々への励ましは歌手にとってね、そんなことをしましたけれど、本当にみんな一生懸命やっていただきましてね、あのね、はい、私があの資本参加してずっとやってたあのホテルが、あのやはり津波で流されたんだけども、高台に移転してね、去年オープンしたんですよ。で今まで宿泊するその施設がもうなかったんですけども、そうやって泊まれる場所もできたし、少しずつだけども復興に向けてね、進んでますんで、どうぞ皆さん引き続き私たちのふるさとの復興のご支援を忘れないでお願いしたいと思います。なるほど、すいません、これを、ね、はい、この番組を通じて、だそうそうそう、そうですね、今見てほしいですよね。その通りなの、人が集まるということがね、やる復興につながることですからね。そういった意味では、先頭に立って、はい、いろんな意味でね、これからもぜひ頑張っていただきたいと思います。新沼謙ちゃんもね、一生懸命、ね、頑張ってますから、はい、でさあそれでは歌っていただきましょう。千昌夫さん、北国の春です。どうぞ。里へ帰る。